近畿大学附属新宮高等学校。中学校は和歌山県新宮市にある私立中高一貫校。近畿大学の附属学校。略称は近代新宮。和歌山県南部地域では唯一の私立学校である。少人数ながら国公立大学、南関私立大学の現役合格率が高いのが特徴といえる。エール出版社の 失敗しない中高一貫校を選び7年度版では、独自の英語教育や日本語教育、チューター制度などが評価されており、卒業生が100人満たない長高型校でありながら、全国基準では A3 の一流進学校に格付けされた。本校は寮を設置しており、遠隔地からの進学も可能となっている。また2007年度に学生食堂が新設された。 台湾の中学と姉妹校提携も結んでいる。2010年度からフロンティアコースにおいて近畿大学水産研究所と連携した水産養殖講座を実施。d イットファースト真っ先にやってみようを合言葉に様々な学校改革に取り組んだ。挨拶をしよう、校内をきれいにしよう、言葉遣いや身だしなみに気をつけようなど。その結果、 近年入学者を伸ばし続けている。平成25年度の卒業生は112名である。例年、旧帝国大学や医学部医学会の進路実績がある。また、部活動に励みながら難関大学、学科に進学する生徒が多いのも特徴である。平成25年度大学入試以降における、主な国公立大学合格実績東京大学を、 はじめとする旧帝国大学、一橋大学、お茶の水女子大学、神戸大学、筑波大学、広島大学、新潟大学、大阪府立大学平成25年度、大学入試以降における、主な私立大学合格実績近畿大学学、学部学科のほか、早稲田大学、慶応義塾大学、上智大学、東京理科大学、マーチ、国際キリスト教大学、 石石同率、学習院大学、南無山大学、京都薬科大学、大阪薬科大学、東京歯科大学、岡山理科大学獣医学部平成25年度、大学入試以降における、主な医学部医学科合格実績大阪大学、名古屋大学、神戸大学、信州大学、福島県立医科大学、三重大学、和歌山県立医科大学、防衛医科大学校、 近畿大学、東京医科大学、大阪医科大学、川崎医科大学男子卓球部インターハイ圏、予選団体戦6連覇でのインターハイ出場をはじめ、空手道部、女子卓球部、なぎなた部もインターハイ出場、サッカー部、なぎなた部が近畿大会出場、公式野球部が春季和歌山県大会準優勝、男子卓球部、女ぎなた部が国体出場、 なぎなた部では、個人演技の部で、国体準優勝、優勝を果たしている。また、部活動としての活動ではないが、国体にて、ボーリング、少年男子個人の部にて準優勝、団体戦においては8位入賞を果たしている者も,もいる。離任式は、中学3年生と、高校3年生も参加する。運動部分化部サークル運動部分下部、ありがとうございます。